ウォルター・クインによる、美女と野獣差し絵、美女と野獣は、フランスの衣類婚姻ンである。1740年にガブリエル・シュザンヌド・ビル・ヌーブによって、最初に書かれた。現在広く知られているのはそれを短縮して1756年に、出版された、ジャンヌ・マリー・ル・プランス・ド・ボーモン版である。商売運に恵まれ、莫大な財産を築き上げた商人がいた。 彼は妻に先立たれてたが、六人の息子と六人の娘という子宝に恵まれていた。娘たちは皆、美しいと評判であったが、明るく優しい性格で、ラベルと呼ばれていた末娘とは違い、五人の姉たちは、一家の財産を鼻にかけ傲慢であった。しかし、屋敷が火事で全焼し、所有していた商船も嵐で失われるといった不幸が重なる。 貧困に転落し、偏僻な田舎で暮らしていた一家に、失われたと思っていた商船の一隻が無事港に、戻ってきたという知らせが届く。元の贅沢な暮らしに戻れると思った姉たちは港に、向かおうとする父親に宝石などをねだる。末娘は無欲であったが、姉たちにそそのかされ、結局一輪のバラをねだることにした。しかし商人は、結局利益を得ることができず。 無一文で土産も何一つ買えないまま帰路に着く。帰り道、嵐や大雪に巻き込まれ道に迷った商人は偶然、しくも奇妙な城にたどり着く。城内には、彫像がたくさん置かれているほかは、人の姿は一人も見当たらないが、なぜか商人のために暖炉が焚かれ、豪華な食事まで用意されているのだった。商人は庭に、バラの木で作られた池垣を見つける。 末娘との約束を思い出した商人がバラを一輪積むと、彼の前に刈り狂った様子の野獣が現れ、お前をもてなし、親切にしてやったのに、厚かましくも、私のバラを盗むとはという。恐ろしい上司は商人に死を持って償うよう迫るが、バラが土産であったことを知ると、代わりに娘を差し出すように要求した。野獣は、商人の末娘を大いに歓迎し、何 不自由ない贅沢な暮らしを送らせる。野獣は毎日のように娘に求婚するが、娘がきっぱりと断るとそれ以上は何もしなかった。娘は毎晩美しい青年の夢を見るようになる。青年は娘に愛を語らい、娘は謎の青年にすっかり惹かれるようになる。また、夢にはしばしば威厳ある貴婦人が現れ、娘を励まし、様々な助言を与えた。 城内で夢で見た、美青年の肖像画を城内で見つけた娘は、彼が実在し、城のどこかに囚われているのではないかと考える。娘は、初め豊かな暮らしを謳歌するが、自由のない暮らしに徐々に苦しみ始め、とうとう野獣に家族と再会したいと打ち明けてしまう。野獣は娘を非難するが、結局にヶ月だけ帰郷を許すことにした。娘は魔法によって、 家族のもとに運ばれるが、そこは見知らぬ家だった。一家は、父親が、野獣に持たされていた財宝で、以前ほどではないにしろ余裕のある生活を取り戻し、町にある、新たな家に引っ越していたのだった。突如現れた末娘に、町の男たちは、夢中になり、次々と休婚に訪れる。娘は、出発を早めようとするが、父親らの、強い、引き止めに会い、 結局2ヶ月の期限を過ぎてしまう。娘は夢の中で城の近くのホラー穴の中で死にかけている光景を見る。さらに夢の中の貴婦人があと1日でも帰りが遅れたら野獣は死ぬと警告する。恐ろしくなった娘はようやく城に戻る。野獣は必死の解除でどうにか意識を取り戻すが野獣を失う不安に駆られたことで娘は 自分の中に野獣を愛する気持ちがあったことに気づかされる。二人は結婚を約束するが、野獣はベッドに入るや、いなやすぐに眠りに落ちてしまう。翌朝娘が目を覚ますと、ベッドには野獣の姿はなく、代わりに夢で見たあの美青年がいたのだった。突如、青年と娘のもとに二人の女性が馬車に乗って現れる。カズとは、 娘がいつも夢に見ていたあの貴婦人でその正体は身分の高い妖精であった。もう一人は女王で青年の母親でもあった。妖精はまるで見てきたかのようにその娘のおかげで息子が生き返り人間の姿に戻れたことを女王に説明する。青年は妻にこれまでの経緯を洗いざらい打ち明ける。父親である王は青年が生まれる前に死去しており、 王の不在に目をつけた他国が侵略を試みたため、女王は自ら軍を率いて前線に立ち、侵略者を追い返すため、息子の養育を世話役の年老いた醜い妖精に任せるほかなくなった。戦争は長引き、女王率いる軍が無事勝利を収めた頃には十、数年が経過していた。母親代わりに王子を育て上げた妖精だったが、王子が未青年へと成長すると、今度は、 自身を王子の結婚相手にする、よう要求する。女王も王子自身も感謝しこそすれ、よぼよぼの老女でしかない妖精との結婚など到底、考えられなかった。要求を拒絶された妖精は二人を逆恨みし、王子に呪いをかけて醜い野獣の姿に変えてしまう。さらには、呪いは野獣に求婚するほど深い愛情を抱いた女性が現れれば解けるが、その前に、 野獣の正体が知られれば二度と呪いは解けないという条件をつける。悲嘆に暮れる女王のもとにもう一人の妖精が現れ王子の呪いを解くための戦略を考える。妖精は呪いの瞬間を目撃した次女や衛兵などの口から王子の正体が露見しないよう彼らを魔法で彫像に変えた。また、娘に一輪のバラをねだられた商人が城に 迷い込んでくることを予見した妖精は、王子にバラの木で生け垣を作らせ、商人にバラを積ませるよう仕向けた。その後野獣に脅された商人の娘が城にやってくることは、すべて妖精の計画のうちだったのである。さらに、妖精の口から、妖精らの過去の物語や、娘の出生の秘密や女王ら王族との関係が、語られる。 城にはさらに商人や兄弟姉妹らを乗せた馬車が現れる。娘の姉たちは嫉妬の色を隠せないでいるが、一家は娘の幸福を喜び合う。ビルヌーブ版から大幅に短縮されており、全体のボリュームはビルヌーブ版の1、9ほどになっている。野獣編以降の展開はすべて削除され、ラベル編自体も描写はかなり簡素化されている。登場人物も、 商人の6人の息子と6人の娘がそれぞれ、某門版では3人ずつになるなど減らされたり、設定が変更されたりしている。物語自体もビルヌーブ版はどちらかといえば、大人向けであるのに対し、某門版は、動画として、再構成され、教育的な部分が、より強調されている。ビルヌーブによるオリジナル版を甘ん、人受けする内容とは言いがたく、後に、 某門版が登場するまでは、美女と野獣は無名であった。某門によって書き直された美女と野獣は、たちまち大ヒットとなり、世界中で広く愛読されるようになった。後世の書籍や派生作品は、ほとんどがこの某門版を土台にしたものである。ありがとうございます。